上野動物園にあるモノレールの開業55周年を記念して、宮崎アニメパンダコパンダのキャラクターが一日駅長として登場し、動物園は親子連れでにぎわいました。一日駅長を務めたのは、宮崎アニメパンダコパンダのお父さんパンダ、パパンダです。1972年、パンダが上野動物園に初めて来たのをきっかけに作られたアニメで、公開日が園内のモノレールの開業日と同じことからイベントが実現しました。パパンダの登場に子どもたちは大はしゃぎ、握手をしたり写真を撮ったりして楽しんでいました。実際のパンダは見た？見た、可愛かった。本物のパンダはご覧ください。2011年4月に公開されて以来、動物園の人気者となっています。3連休の中日とあって、園内は家族連れなど多くの人でにぎわいました。このイベントは明日も開かれ、期間中モノレールの乗客には記念ステッカーが配られます。